です。あ、今日はですね、金曜日のちょっとお茶のお稽古に行きまして、でちょっとこんな感じで、まあ、春らしく、うん、春らしいちょっとなので帯もちょっとこんな感じで、ね、こう逆にね、何も柄がないんで、お茶席のお花とかをほら邪魔しなくていいじゃない。だから逆に言えばお茶席とかはこういう感じ、だけ季節感を出して帯を逆に何も柄を持ってこない。で、なんで柄を持ってこないかを一番最初に選ぶかというと、柄出しが大変じゃないから、どこが出ても問題ないからね。ということでね。だけ一番最初にじゃあ着物を着たいから何かこう最初に何かありますかって言われた時にはこういう普通のカードカードで柄も合わせにくくていいやつでっていうのでこういうのとこれで、だからうちは2980円と2980円で売ってるわけですよ。ね、なので1枚上位1枚しません。はい、でいつも通り中はこうやって捨ててこなんですよ。で二部式のここまでの10番ほらうちかけたやなっていうのが入ってだけ、ここはあとはうちに帰ってここのもう洗濯ネットにこのまま入れて上と上下は洗うだけで、和装用のブラをしてます。それとヒップパッド、はい、なので、まあ、気軽にこうやって金さんピンクとか水色に合いますよね。で、まあ、うんてか言うけどピンクは似合い。それでこの赤いのがさ、今ぐらいのほら寒い季節じゃないと、これちょっとほら、うん、暖かくなってくると着にくいやな、はい、なので今の季節やけんこれ着てます。これがもっと薄かったら春先でも着ますけど、でも俺ちょっとねもわっとしてきたらちょっと合わんと思ったけど、こんな感じで、で今年なんか赤が流行りようらしいけんさ、ちょっとねこれぐらいの赤まではちょっとあれかな。だけどでもね50過ぎとうけんね、まあ、ギリギリちょっと関係ない関係ない、ね、関係ない関係ないですかね。もう今関係ないですかね。ピンクやら赤やらでもまあ春先やしね、まだねちょっとあれかなと思って、うん、あれはあれない、季節感はだけ反対にね、あ、はい、